人を安く買い叩くことを望む人々。なお、この音声は三橋貴明本人のものではありません。主流派経済学は失業を認めたがりません。厳密には非自発的失業を認めないのです。失業者はすべて自発的失業者なのだから、失業対策など打ってはならない。雇用環境は常に完全雇用である。もしそれでも失業があるのだとしたら、構造的な失業か、もしくは失業者の能力と雇用者側の要求との間に雇用のミスマッチがあるためだ。というわけで、対策は職業教育と就業者の解雇を容易にする雇用の流動性強化と、まあ上記が主流派経済学の雇用に対する考え方です。日本の内閣府や日本銀行の完全雇用の失業率も完全に上記を踏襲してしまっています。日本銀行が日本の完全雇用の失業率は 3.5% と寝言を言っていたのは、過去の失業率の平均を取る構造的失業率が 3.5% だったためです。それはまあ、デフレで雇用環境が悪化したら構造的失業率も上昇するだろうと、平均を習ったばかりの小学生でも気がつきそうなものですが、世界の経済学者や官僚たちは過去の失業率の平均を計算し、我が国の完全雇用の失業率は〇〇%などとやっています。バカじゃないの？と思われたでしょう。はい、バカなのです。経済学者って。いや、厳密にはバカなのではなく、非自発的失業など存在しない。今は常に完全雇用。財政出動による失業対策などやってはならない。やるならば、雇用の流動性強化と世の人が思ってくれることで都合がいい人々がいるわけです。もちろん、資本家、大企業の経営者、投資家など、いわゆるグローバリストの方々です。グローバリストが高失業率をなぜ好むのか。簡単です。その方が人を安く買い叩けるじゃないですか。人を安く買い叩くと、中長期的にその国の経済力は落ちていかざるを得ませんが、そんなことはどうでもいいのです。グローバリストの目的は短期の利益最大化であり、中長期の形成財民ではありません。彼らにとって国家も国民経済も行動を制約するものではないのです。だからこそグローバリスト。それでは、失業率が低い時はどうするか。低失業率の時代は、人が高くなり大切にされるわけですが、それはグローバリストにとって我慢がならないことです。だからこその人手不足だから移民受け入れなのでございます。失業率が高い時は、今は完全雇用と失業対策を防止し、人を安く買い叩く。失業率が低い時は、人手不足だから移民と、これまた人を安く買い叩こうとする。日本の移民問題の本質はここにあるという現実に、国民はいい加減に気がつかなければなりません。さて、この種の欺瞞に対抗するには、民主主義を活用するしかありません。日本では全くできていないわけですが、ご存知の通り、欧州では人を安くする政策に対し、民主主義による反乱が起きています。反移民の先陣を切ったのがハンガリーです。ハンガリー総選挙、与党圧勝、反移民継続。ハンガリー議会選、一員制、定数199が8日投開票され、強硬な反移民政策で知られるオルバン首相率いる中道右派の与党、フィデス・ハンガリー市民連盟が圧勝した。選管によると、開票率約 99% で、フィデスは憲法改正が可能となる議会の3分の2を獲得する見通しだ。オルバン氏は、欧州連合の統合強化や移民政策に反対する東欧諸国を代表する存在だ。ハンガリーの政策を人権などの点から問題視する国連や EU を批判し、フィデスが国際的な圧力で選挙に負ければ、ハンガリーが移民国家になると強調。8日夜、我々はハンガリーを守ることができると勝利宣言した。共産主義崩壊後、最長となる連続3期目の首相に近く就任する。西側メディアに言わせれば、オルバン首相は敵なのでしょうが、ハンガリー国民はオルバン政権の反移民政策を民主主義イコール投票で支持したわけです。毎日新聞は移民問題に争点を絞り、国民の不安を煽って支持を固めた形だと、あたかもオルバン首相の反移民政策が悪いことであるかのごとき表現をしていますが、ハンガリー国民からしてみれば、フィデス党はハンガリー国民を大事にします。と公約を打ったに過ぎません。その何が問題なのでしょうか。
ハンガリーの反移民政策に対し、グローバリズムの帝国たる EU は反発を強めており、次期 EU 予算について法の支配の原則を貫く、つまりは反移民を続けていると EU からの補助金を減らすぞこら、と脅しをかけています。現在の人類は、とにかく人を安く買い叩くことを望む勢力と、民主主義が言論や選挙を通じ、闘争を繰り広げているのです。日本の移民問題もその一環に過ぎません。日本の移民問題は人口の問題でもなければ、活力とやらの問題でもない。単に人を安く買い叩きたい勢力が移民受け入れを望んでいるという現実を、いい加減に日本国民は理解しなければなりません。さもなければ、我が国は移民国家まっしぐらです。